みなさん、すんちゃん今日めっちゃおしゃれした。せーの、はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかとすんちゃんです。すんちゃんです。はい。じゃあ結構おしゃれしたね。いや、なんか明るい服着た方がいいって言うからね。カメラ的にね。そう、だから明るいの、一番明るいのを選んでみました。今日は何を しますか。今日は見ないで。あ、カンニー夫婦。カンニー夫婦。いつもニカンって言うから。カンニチ、カンニチ夫婦と、うん、ニカンカップル、うんうんうん、で、お互いに一番嫌い時、なんか一番、そうそう、一番嫌いなところ、うん、一番なんか触りたいない時、触りたくない時、はいはい、あのもう見ただけでイライラする時、そうそうそう、もういっぱいある。あるあるある、はい、そういう嫌い、お互いの嫌いなところっていうのを今日は暴露し合いたいと思います。そうですね、はい、それではどっちからいく。まあ、ゆかから行こう行こうって言ってみろか、見ろか。言ってみろか。はい、はい、私のすんちゃんの嫌いなところ1個目。はい、なんだか、あの何も話してないんですね。そうそう、分かんない、お互いね、分かんない、分かんない、本当に分かんない。そうそう、なんか、すごい辛いの食べたいって言って、はい、とても辛いの食べるのね。でも、その後結局、お腹を壊します。お腹壊すっていうか、あの、なんか何かが起こるの、お腹にね。だから辛いもの食べたいってね、まあそれは韓国の人だから食べたいと思うけど、食べなくていいんじゃないかなって思って、その辛いの食べたいって言った時にめちゃめちゃイライラしてます、私。これは強敵だな。そんな心狭いの。でもこの今のやつはブーだよ、ブー。なんでブー、何でブー。だからすんちゃんだからよ。はい、そんな感じです。はい、それではすんこちゃん。わかりました。まあ私結構あの135個あったんですけど、よかった。一応ちょっと4つ、まあ、だけ選んだんですね。で、1はいつも日本に行くんじゃないんですかね、はい、こちら日本に行って入国してイミグレーションするとき、うんうん、韓国は適当すぎて、なんかゆかいつも日本人なのに、になんか外人、あの LINE するとこ、並ぶとこね、行かなくて、なんか、ああ、私あの一緒なのでとか言って、夫婦なので一緒にやっていいんですかとかすごい言うのね、この子。ちゃっかりね、ちゃっかり。だからすごい早く、まあ、イミグレーション終わって、だから韓国はちょっと適当すぎて、でも日本に行ったら本当に完全になんかちゃんとやるんですから、日本は。で、私のことをなんか捨てて、私はめっちゃ並んでて、並ぶときほぼなんか1時間待つときもあるし、で、1人だけ日本人だから、パッて出て、1人であの国内、日本の人だけの、めっちゃ早いじゃん。そのとき私の顔をパッと見て、で、する顔が一番嫌。もうほんと腹立つ、あの顔。その時だけは別の人なの。そうそう、なんか別人。お前は待っててや、お前外人だからって感じ。いや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 、ほんと嫌だった。そしたら言ってみなよ、夫婦なんですけど。いや、言ったよ前。あ、そうなの。そうだよ。あ、ダメだ。あ、外人はダメです、外人はそちらで。ダメって言って、ダメなんだね。その時ウカ笑ってました。覚えてない。まあ、それが嫌だったんです。どうかな、経験ある日韓夫婦の方とか日韓カップルの人いるかな。いや、まあこれは結構ゆかある、あ、いかな、私多分、うん、まあ考えてる人いるかわかんないけど、私はゆかの顔が腹立つって感じだったです。わかりました。はいはい、次。なんかね、あの最近アジアンカップとかもいろいろあったじゃん。なぜか日韓戦に、これは強敵だな、めちゃめちゃ敏感なの、すんちゃんが。なんかね、友達と一緒にね、韓国人の友達とかと会った時に、別に言わなくていいのに、なんか今日、あ、日韓戦、そのサッカーとかの韓国と日本のゲームあるんだよとかって、うちらは見れない、見ないとかって言うの、なんか言わなくていいのに。その時がなんかムカつく。いや、別に
ええやんってなるからまあサッカーの試合とかは結構これあるあるじゃないかなって思うんですけど、日韓夫婦の方とか日韓カップルの人はどうですか。まあ興味ない人は興味ないと思うけど、うん、まあまあそれもあると思います。でそれを続けて私も一緒です。マジ結構最近あの韓国と日本の支配が多くて、試合な試合な何やったっけ、あの韓国と日本の試合なが多くて、まあどっちも応援するんじゃないですか、やっぱり韓、うん、日韓、まあ、夫婦だし。でも、うん、日本が負けた時とか、うん、すごいなんか応援したいけどなんか残念だねって言って、もうちょっとやったらいいのにねって言って、なんか顔は笑っちゃって笑えなくなる、その顔をなんか我慢できなくて、これ日本惜しかったねとかもう本当にひどいの。私はさ、まあ、興味がないからかもしれないけど結構応援するじゃん。そう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 、本当に応援するの。本当に優しいと思う、優しいと思う。そう、でもサンちゃんはなんか日本が負けたりとかで、本当に日本を応援したいけどなんか顔がねなんかゴール入ってない時、ああ残念って言って、ご覧のスポンサーの提供でお送りしましたって感じ。でもお前なんかゆかがすごいそういう時お前って言うからね、だから笑っちゃうと思う。ここ笑っちゃう笑っちゃうんだべ仙台が、仙台出身だから。わかりました。はい、はい、はい、あとは、あ、すんちゃんじゃん。言ったやな。え、今のなの？今のが嫌なこと？そうだよそれ二つ目？それ二つ目。あ、え、二つ言ったよ。それ私の嫌なとこ何？今、これめっちゃすんちゃんの嫌なとこ言ったこと。それ、その時からなんか僕の支配、日本の支配あんまり見えなくなったじゃん。あ、その時から。そうだから嫌い。それが嫌い。そう嫌い。理由ないよ。理由ある。はい、わかりました。はい。何三つ目？うん。三つ目最後ね。いろいろこうしんどい時とか結構こう辛い時とかお互いがに、うん、なんかこう俺はもっと頑張れるっていうアピールをするのが。でそれってなんか軍隊行ってきたアピールが激しい。韓国の男頑張ってくださいもう軍隊舐めてるんですよこの子。違うすごいと思うよ、軍隊は本当にすごいと思うけど結構いつも言ってくるからそれでイラッとすることが多い。多いやんなそれ本当になんでイラッとすんの。え、なんかまた軍隊かみたいな。あ、まあまあそれは韓国の女の子と同じだけどね。あ、そうなんだ。韓国の女の子も軍隊の話するの大嫌いって。あ、そうなんだ。いつもなんか軍隊でね、私軍隊そうそう、なんかこうレジェンドを語りがち。でもそれぐらいきつくなんだかそれぐらいきつくて、なんか、うん、まあ本当に2年ぐらい、うん、いい思い出だしね、終わったからね、うん、終わったからそうやって言うのよ言うのよ分かった分かった。でもまあ理解はする、はい、理解はしてあげる、まあ、言い方が払ってそんな言い方はなるんだべないんだべ、まだまだ足りないはい、じゃあすんちゃんの、あ、はい、私また最後は最後でめっちゃ書いてるけど、まあこれはまあ堅実的な話、私にして、はいはい、やっぱ二冠夫婦にして、まあその結婚する前にはやっぱりなんか保険とかないじゃん、うん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 、だからあの一回あのゆかと結婚する前にあの病院に行ったんです。病院で、あ、保険できないんだなと思って、でもどれぐらい出るか分かんなくて、でもすごい悪い状態で、まあ一応検査してくださいとかいろいろ検査して、うん、あ、まあ前にもなんかお医者さんが、あ、結構あの保険なかったら出ますけど大丈夫ですかって言って、私それぐらいゆかのこと愛してますから大丈夫ですよってまあもうやってくださいよって言って、後で会計してくださいって来たら、うわあああ嘘でしょびっくりしてもびっくりした。本当にあのあれぐらい病院で払うのは初めてだから、まあこれはあの、まあ、今付き合ってる
日韓夫婦、うん、日韓カップルあったちらに言います日本語下手だとね言いますね、あのぜひ早く保険を取ってください結婚しろって、結婚するか、それかなんか保険が出る情報を探した方がいいんです。なんかいつか絶対痛いなるかは分かんないんです、人生本当に病気か、でも本当にその一瞬で病院に行ってなんか救急車とか呼んで、それ本当に直接そのお金出るんですから、10万円は普通、保険効かないからね、10万円は普通、本当に10万円安いって感じになりますからね本当に高かったんです。だから気をつけてください。この子結構痛いの方で体弱い、体弱くて、しかも病院好きですね。なんか病院好きじゃない、好きやんかい好きやんかい、あなた、いや本当に危なかったでしょ、この時は。ゆかちゃんなんか検査とか好きっていうか、やんなきゃって思うから、まあ今は保険入ったんですから、すごい安く、本当に安いで、ね、だから韓国安いやろ、安い、保険入ったら安い、なんか医療費が安い、うん、いろんなやってもなんか1000円2000円とか、うん、手術してもなんか5000円、そうだね、すごいなんかいろんなやっても1万は絶対超えない、5000円、しかもそれも保険でまた出るから、かもっとお金もらう時とかね、本当だ、だから皆さんぜひ早く保険を探してください、お願いします。あと、それではじゃない、あとボーナス1個あります、私もある、何ボーナス言ってみようなボーナスね、これは本当に日韓カップルとか日韓夫婦関係なく、はい、スンちゃんにイライラしてるところ、もうスンちゃんにイライラしてます、私っていうところ、普通に悪口ですよこれは何かっていうと、スンちゃんね、すぐ体重が落ちるところ、もうこれは本当にあのイライラなんてもんじゃないもう顔も見たくないレベル私がね、こう何あのショッピングモールというか服のサイトとかやってるじゃん、だからいつもこうなんか、あ、体型管理しなきゃなってなるけど、すんこはすぐ痩せるじゃん、1日1キロは簡単じゃない、みんなうんこしたら痩せるもん、うんこしたら2キロありえない、どんだけしてんのってなる、いやいや、それはお前が豚ね、そうだからこれが私のボーナスのすんちゃんが嫌いなところでした、はい、まああと私のボーナスは、うん、YouTube 始まって今まで結構わうちらのことを見て分かってくれるなんか方が多くて、なんか道端とかで、ねえ、なんか大阪とかいたら分かってくれるし、声かけてくれるじゃん。でもいつもゆかとか私のことあって、ゆかにわあ、かわいい、あ、すごいかわいい、ほんと綺麗とか言うのに、私言ったら、すんちゃん結構あすんちゃんすんちゃんだそればっかり、なんか、すん、なんか最近一人はなんか、あ、すんちゃんかわいいとか、なんか、かわいい確かに、ね、かっこいいとか、なんか、うん、すごいいいことを、なんか、はっきり言えない私のこと、かわいいんだよ、本当に、いや、だからそれはあなたですからね、あなたですから、でも、普通の人と会ったら、なんか、あ、ゆか、わあ、そう、ゆかかわいいなぁ、ゆか、なんでこんなかわいいんですかね、ゆかの私見たら、すんちゃんも、結構何結構って思うでも、なんだっけ、いや、顔ちっちゃいって言われてなかった、それは嬉しくないでも嬉しいじゃん、そんなことある、そういうのじゃなくて、なんかちょっとはっきり言ってくださいね、皆さん、なんかもし私のことあってうんうん、なんて言われたい、すんちゃん一番やりたいの言ってみや、私を持ってってください私を持って行ってくださいって言われたんです私はあなたのものですそれもし本当に私のことあってそれ言ったら、私コーヒーをおごってあげますまあそれがちょっと腹立つです、いつも私ちょっと顔大きくて分かりやすいからね、いつも先私のこと発見して、うん、でやって、
あーゆかって感じだし、いつも私普通に歩いたら普通に歩いてもなんかえすんちゃんあえって感じ、一瞬ちょっと引いて一瞬ちょっと後ろバックしてちょっとあすんちゃんあゆかいてよかったって感じそうかな、すんちゃんめっちゃ人気なんかまあそういう感じでした、はい、そんな感じでした。結局まあそんなイライラはないんだね。あるけどね。はい。こんな感じです。それでは次のチャプターはお互いの好きなとことかを作ってみようと思います。はい。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとバコホン。チャンネル登録とかバコブブ。はい、よろしくお願いします。お願いします。アンニョーン。次の会いましょう。会いましょう。はい。